皆さんこんにちは、ひなたです。皆さんこんにちは、小春です。今回は、しまむらの3月13日の新商品情報です。それでは行きましょう。シップラのあやさんの新作が登場です。私が狙っていたアイテムは、秒で売り切れでした。さすがに人気がすごいです。まずはこちらですね。レディーズ、ボーダープルオーバー、プチプラのアイア、お値段は890円。大人カジュアルコーデに欠かせないボーダーティー。細いピッチのボーダーで定番のボーダーとは一味違った印象に。身幅は大きめです。肩幅は大きめです。着回しの効くベーシックなカラーから、コーディネートのアクセントになるカラーまで揃っています。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。詳しいサイズは、お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・ハルさんはユニクロ・イージージーンズのカラーと相性が良いようです。はい、次はレディーズ・メローネックプルオーバー、プチプラのアイア、890円。ギンガム柄のメロープルオーバーです。ダーリング素材なので、春らしい表面感で雰囲気のある一枚。身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。ストレッチ性があり、リラックスした着心地です。メンズ着用時の身幅は小さめです。肩幅は小さめです。詳しいサイズは、カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ・アキさんはユニクロ・ワイドレッグジーンズのカラーと相性が良いようです。次は、レディーズ、ストライプレイヤードプルオーバー、プチプラのアイア、価格は1290円。おしゃれな雰囲気のストライプ柄の不白生地をレイヤードしたプルオーバーが、春の着こなしにおすすめです。袖口はシャーリングで絞っているので、袖をたくし上げるとボリューム感が出て、さりげない袖のタックもおしゃれポイントです。はい。身幅は大きめです。肩幅はかなり大きめです。はい。メンズ着用時の身幅は大きめです。肩幅は大きめです。詳しいサイズは、カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・ハルさんはユニクロソフトニットパンツのカラーが得意です。次はこちらです。レディーズ、レイヤードプルオーバー、プチプラのアイア、価格は1290円。SNS で話題のプチプラファッションインフルエンサー、プチプラのアイアさんコラボ商品が登場。ゴロ部分は表情のあるニットライクなカットソー生地を使用した手軽におしゃれなレイヤードを楽しめるベスト風のレイヤードトップスです。身幅は大きめです。肩幅はゆったりです。ゆったり着られるサイズ感で、バランスが取りやすく、袖口もゴムになっていて、たくし上げると程よい抜け感の出るアイテムです。メンズ着用時の身幅は大きめです。肩幅は大きめです。詳しいサイズは、カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ・ハルさんは、ユニクロ、ストレートハイライズジーンズのカラーと相性が良いようです。はい、次は、レディーズ、メロー T シャツ、プチプラのアイア、890円。配色のメローがアクセントのリブ素材のトップスです。気分に合わせて前後2ウェイで着れるのもポイントです。身幅は小さめです。肩幅は小さめです。さらに、肩の内側にループがついていて、
肩紐をループで留めると肩紐が隠せて、ずり落ちも防いでくれます。メンズ着用時の身幅が小さめです。肩幅はかなり小さめです。詳しいサイズは、パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。コーデの色の組み合わせの例です。イエベ、ハルさんはユニクロ、ヒートテックワームイージーパンツ、丈標準68-70cmのカラーが良いようです。次は、レディーズ、袖ラッフルプルオーバー、プチプラのアヤ、990円。肩と背中側にフリルがついていて、後ろ姿も可愛らしいのがポイントのプルオーバーです。一枚着でも、キャミワンピースなどのインナーにも合わせやすいです。はい。身幅は大きめです。肩幅はかなり大きめです。はい。メンズ着用時の身幅は大きめです。肩幅は大きめです。詳しいサイズは、パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ、ハルさんはユニクロ、ガウチョパンツ、セットアップ可能のカラーが得意です。次はこちら。レディーズ、カーディガン、プチプラのアヤ、お値段は1290円。ボーダー×リンガーでトレンド感のあるカーディガン。細かいミジンコボーダーにしたことで、綺麗めコーデにも合わせやすいデザインです。身幅はジャストサイズくらいです。肩幅は大きめです。前後ニューエーなのでプルオーバーとしても着用いただけます。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。詳しいサイズは、パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ、ハルさんはユニクロウルトラストレッチスキニーハイライズジーンズのカラーが得意です。次はこちらです。レディーズ、ニットベスト、プチプラのアヤ、お値段は1290円。スタシ編のニットベストです。春らしい透ける編み柄はスタイリングを新鮮に見せてくれます。身幅はゆったりです。肩幅はかなり大きめです。さりげない配色ラインもポイントです。メンズ着用時の身幅は大きめです。肩幅はゆったりです。詳しいサイズは、カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ、ハルさんはユニクロスウェットストレートパンツのカラーと相性が良いようです。次はこちら。レディーズ、シャツ、プチプラのアヤ、1790円。トレンド感あふれるスクエア型のビッグカラーデザインのチュニックブラウスです。木のリボンもアクセントになっています。身幅は大きめです。肩幅はジャストサイズくらいです。大人でも着ていただきやすいゆとりがありながらもズッキリとしたシルエットになっています。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。肩幅は小さめです。詳しいサイズは、お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ、ハルさんはユニクロミディスカートセットアップ可能のカラーと相性が良いようです。次はこちらです。レディーズ、ワンピース、プチプラのアヤ、価格は1790円。大人な女性の雰囲気の花柄ワンピース。スカートのフレアは控えめで、縦見えするシルエットに仕上げたのが大人っぽく見えるポイント。身幅は大きめです。肩幅はかなり大きめです。はい。メンズ着用時の身幅はジャストサイズくらいです。
肩幅は大きめです。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ、ハルさんはユニクロヒートテックニットレギンスのカラーが良いようです。次はこちらです。レディーズワンピースプチプラのアヤ1790円、ハンドカラーのシャツワンピースです。胸には切り替えを入れてさりげないアクセントになっています。身幅は大きめです。肩幅はジャストサイズくらいです。襟元はすっきりとしたバンドカラーになっているので、トレンドのニットベストやカーディガンとのレイヤードスタイルにおすすめです。メンズ着用時の身幅は大きめです。肩幅はジャストサイズくらいです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ、ハルさんはユニクロスフレヤアンジュガーパンツのカラーと相性が良いようです。次はこちら。リーズジャケットプチプラのアヤ、お値段は1790円。カジュアルな雰囲気ですが、女性らしさも引き立ててくれるシアーブルゾンです。身頃はなし地の表面変化のある素材を使用しており、袖は透け感のあるシアー素材を使用しております。身幅はかなり大きめです。肩幅はかなり大きめです。はい、メンズ着用時の身幅は大きめです。肩幅は大きめです。詳しいサイズはパーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。コーデの色の組み合わせの例です。イエベ、ハルさんはユニクロヒートテックニットレギンスのカラーが良いようです。はい、次はレディーズ配色ステッチスカートプチプラのアヤ、お値段は1790円。配色ステッチがアクセントのスカートです。素材には光沢感のあるツイル素材を使用。ウエストはかなり大きめです。カジュアルテイストを残しつつ、フレアシルエットで女性らしく仕上げました。メンズ着用時のウエストは大きめです。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ、ハルさんはユニクロシャツコートのカラーが良いようです。次はリーズラッププリーツスカートプチプラのアヤ、価格は1790円。人気のラッププリーツスカートです。シンプルなトップスに合わせるだけでコーディネートが決まります。スタイリングの主役になるスカートです。ウエストはジャストサイズくらいです。アットな光沢感のある素材を使用。メンズ着用時のウエストは小さめです。お肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ、ハルさんはユニクロダブルポケットオーバーサイズシャツのカラーが良いようです。次はレディーズドットスカートプチプラのアヤ、お値段は1790円。ブラック×オフのドット柄のスカートです。ベーシックなドット柄なのでロングシーズン着ていただけます。ウエストはジャストサイズくらいです。カジュアルにも綺麗めなスタイリングにも合わせやすいアイテムです。メンズ着用時のウエストは小さめです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ、ハルさんはユニクロヒートテックコットンユーネクティのカラーが得意です。はい、次はレディーズサスペンダー付けテーパードパンツプチプラのアヤ、お値段は1790円。取り外し可能なサスペンダー付けテーパードパンツです。
細めのサスペンダーはスタイリングのアクセントとなって華奢な印象に見せてくれます。ウエストはチェストサイズくらいです。取り外してシンプルなテーパードパンツとしても履いていただけます。メンズ着用時のウエストは小さめです。詳しいサイズはカラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。コーデの色の組み合わせの例です。イエベ・ハルさんはユニクロ・ギャザーワンピースのカラーが得意です。はい、次はレディーズ・プリーツパンツ、プチプラのアヤ、1290円。大人気の定番プリーツパンツです。パッドな光沢感と細かなプリーツが上品な印象。ウエストはチェストサイズくらいです。カジュアルにも綺麗めにも合わせやすいアイテムです。メンズ着用時のウエストは小さめです。詳しいサイズはパーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ・ハルさんはユニクロヒートテックコットンモックネックティーのカラーが良いようです。次はこちらレディーズプリーツパンツ、プチプラのアヤ、価格は1290円。大人気の定番プリーツパンツです。マットな光沢感と細かなプリーツが上品な印象。ウエストはチェストサイズくらいです。カジュアルにも綺麗めにも合わせやすいアイテムです。メンズ着用時のウエストは小さめです。詳しいサイズはカラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・ハルさんはユニクロヒートテッククルーネックティのカラーが得意です。次はレディーズ配色ステッチパンツ、プチプラのアヤ、お値段は1790円。配色ステッチがアクセントのパンツです。素材には光沢感のあるツイル素材を使用。ウエストは大きめです。配色ステッチを効かせることでコーデに立体感が出るのがポイントです。メンズ着用時のウエストはチェストサイズくらいです。詳しいサイズはお肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・ハルさんはユニクロカシミヤタートルネックセーターのカラーと相性が良いようです。次はレディーズギンガムフレアパンツ、プチプラのアヤ、価格は1790円。ギンガムチェックのパンツです。今年トレンドのギンガムチェック柄はグッド春らしい新鮮なスタイリングに。ウエストはチェストサイズくらいです。太すぎず細すぎないすっきりとしたストレートシルエットがポイント。メンズ着用時のウエストは小さめです。詳しいサイズはカラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・ハルさんはユニクロウルトラストレッチチュニックセットのカラーと相性が良いようです。次はレディースベルト付けジャンパースカート、プチプラのアヤ、お値段は2200円。マルチな着こなしが可能なジャンパースカートです。シワになりにくく、ロングシーズン着ていただける素材を使用しています。身幅は大きめです。ベルトは取り外しが可能です。メンズ着用時の身幅はチェストサイズくらいです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。はい、次は。レディーズ、ジャガードジャンパースカート、プチプラのアヤ、2200円。トレンドのジャカードジャンパースカートです。
韓国風に着こなせる配色パイピングや飾りボタンがポイント。コーディネートの主役間違いなしのアイテムです。身幅はジャストサイズくらいです。はい、メンズ着用時の身幅は小さめです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ・ハルさんはユニクロヒートテックコットンタートルネックティのカラーが良いようです。コーデのアイデア集です。レディーズボーダープルオーバープチプラのアイア。レディーズメローネックプルオーバープチプラのアイア。レディーズストライプレイヤードプルオーバープチプラのアイア。レディーズレイヤードプルオーバープチプラのアイア。レディーズメロー T シャツプチプラのアイア。レディーズ袖ラッフルプルオーバープチプラのアイア。レディーズカーディガンプチプラのアイア。レディーズニットベストプチプラのアイア。レディーズシャツプチプラのアイア。レディーズワンピースプチプラのアイア。レディーズワンピースプチプラのアイア。レディーズジャケットプチプラのアイア。レディーズ配色ステッチスカートプチプラのアイア。レディーズラッププリーツスカートプチプラのアイア。レディーズドットスカートプチプラのアイア。レディーズサスペンダー付けテーパードパンツプチプラのアイア。レディーズプリーツパンツプチプラのアイア。レディーズプリーツパンツプチプラのアイア。レディーズ配色ステッチパンツプチプラのアイア。
リーズ、ギンガムフレアパンツ、プチプラのアヤ。レリーズ、ジャガードジャンパースカート、プチプラのアヤ。動画の概要欄からリンクをタップするとパーソナルカラーなどを見ることができます。今回の袋とじキーワードはこちら。今日のコーデガチャです。新しいコーデに出会えるかも。はい、いいのが出ましたか？島村、レディース、メローネックプルオーバー、プチプラのアヤ、と、GU、シャイニーラザーロングスカートですね。わあ、はい。以上、今回は島村の新商品情報を紹介しました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、プチプラ研究部の日向でした。また見てくださいね。この動画は、ユニクロ、GU、島村、ハウツー、デビュー、をテーマにお届けしました。